お登場しました。いやすごいですね。日本人初の NBA プレイヤーの田臥勇太、30センチぐらい身長差がありますよね。さあ持った田臥、しかし声援はすごいですね。いやすごいですよ。さあ田臥シュートチャンスもあると打った、あったただこれチーム全体として非常にディフェンスの戻りも早い。そうですね、田臥が行く、田臥行く、前が空いてる、パスをした、外いい形でパスをしていった、これかなというところ、フリースローですよ。さあ田臥のフリースローNBA 初得点なるかというところになります。来ましたね、来ました。日本人として NBA 初得点、いやすごいですね。フリースローによって刻まれました。2投目もしっかりと決めた田臥、田臥走る、田臥走る、左に走っている、走る、出た田臥だ、これは来ませんでしたが、ありました、もう来ましたよ、開いた、ノーマークだ、ノーマーク、スリーポイント、わー欲しい。チームとしてすぐ速攻に対して戻っていくサンズのディフェンス、こう自然にこうチームメートからもボールが回ってますね。そうですね、もちろんそうですよね、ポイントガードですか、はい、お、来た、スリーポイント、スリーポイントだ、来ました。初めてのフィールドゴールも決めた田臥勇太、いやもう本当に喜んでますね。NBA 日本人初のゴールも決めました。そしてフィールドゴールも決めた田臥、いやいいタッチで、またいいアーチで入りましたね。シーズン前もやはりこのシュート力というね課題だけは残ってたんですが、ということになろうかと思いますが、さあ何か今日はあれですね、はい、シューター田臥をこう見てるみたいですね。そうですね、すごくシュートがこう安定してますよ。日本人初の NBA の得点もこのフリースローからでした。しっかり決めた田臥、ホークスは2番のアンソニー・ミーラーの得点です。田臥ナイスパスだ、おっとしかしディフェンスされる、さらにフォローして決めていきました。この相手も NBA のこれディフェンスですね。そうですね、はい、お、来た、さあ田臥来た、田臥来た、パスをする、決めます。よく見てますよね、田臥からのパスでスティーブン・ハンターが決めていきました。